まずは香り。炭火のおかげで香ばしく濃厚だけれど。プリプリホロホロとした楽しい食感、甘栗特有の優しく甘い風味、それらが炭火の香りと相まって鹿肉の肉厚なジューシーさを際立たせている。この味は普通の栗ではできなかったこと、甘栗だからこそ実現した美味しさだ。甘栗は刻んでソースにも加えてあるんだね。ああ、フォンドボーにシナモンスティック、削ったオレンジの皮、甘栗のみじん切りを加えて煮詰めた。名付けてユキヒラ流栗のソースだ。なるほど、ほのかな甘みを鹿肉全体に行き渡らせることに成功している。驚いたな。しかしなぜだ、本来フレンチに合わないはずの炭火の風味がこの品では見事に成立している。まだ何か秘密があるのか。コーヒーですわ。え、コーヒー。その通り、さすが神の舌。篠宮師匠の店で教わったんだ、ジビエにはカカオがすごく合うってな。正直カカオはあんまし使った経験なかったんだけど、そこでインスタントコーヒーだ。カカオに通じる苦さはジビエにもバッチシ噛み合うし、深いコクと渋みはフレンチのソースにもぴったりだ。だから隠し味にしてみたってわけさ。これが俺オリジナルの新しいフレンチ、鹿もも肉の炭火焼き栗のソースだ。主素材とソース、そして付け合わせ、これらを組み合わせて立体的なハーモニーを作り上げるのがフレンチのメイン。この料理は奇抜、あまりにも奇抜だけれど間違いなくフレンチと呼べる一皿だわ。ああ、認めたくないけど、まるで人の常識の殻を剥き去っていくような。まあ雪平君にしてはフレンチとして認められる要素をそれなりに揃えられたのではなくて。